子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を確認する制度、日本版 DBS を導入する法案を政府が今朝の閣議で決定しました。子どもの性暴力防止法案は、学校や保育所のほか、国の認定を受けた学習塾などの民間事業者に、性犯罪歴の確認を義務付けることが柱です。犯罪歴を政府に紹介できる機関は、 禁固刑以上の場合、刑を終えてから20年、罰金刑は10年としています。犯罪歴が確認された人に加え、子どもからの訴えなどで性加害の恐れがあると判断された人についても、配置転換などの措置を行います。社会全体で子どもたちを性暴力から守る社会的意識を高めていくこと、いくとの観点からも大変重要な法案である。 政府・与党は今の国会での成立を目指します。